サウナの外気浴中最もおじさんに話しかけられる男、ヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの今さら聞けない温度管理、もう一度おさらいしたいと思います。そう、サウナね、よく行くんですけど、サウナに入って水風呂入って外気浴って言って外でぼーっとするんですけど、ぼーっとしたいのに、兄ちゃんどっから来たのって言われて、町田いつも来んの、よく来んの、行きますっていう話をね、結構したりしてます。なんだ、話しかけやすいのかな、いいこと。ボールパイソンっていう種類のヘビがいて、最近ではね、日本でも大ブレイクをして、いろんな方が飼ってみたい、飼ったばっかり、そして飼って初めての冬を迎える、初めての夏を迎えるっていう方が多いんですけれども、年間を通してどういう風な温度で、どういう風な湿度で飼ってあげればいいんだろうとご相談をいただくことも多いんですが、今日はね、その温度と湿度の話をしたいと思います。ボールパイソンは寒いところで28度、暖かいところで32度の温度勾配をつけてあげて、湿度は 50% から 60% に統一をする。もうこれで OK、 春夏秋冬とかを温度と湿度でね、表現してあげた方がいいんじゃないか、春のあけぼのを冬は務めてとかをね、こう表現してあげた方がいいんじゃないかみたいなことを思うかもしれませんけれども、いらないです。四季は一年を通して涼しいところで28度、暖かいところで32度の温度勾配をつけて、50% から 60% の湿度を保ってあげることが一番です。でね、これがね、日本は難しかったりするんですよね。なんでかっていうと、日本には四季があるから、ね、春は曙があるし、夏は夜があるし、寒い時には0度近くなり、暑い時には40度近くなるじゃないですか。日本はね、冬は乾燥するし、夏はジメジメするしっていう中で、一定の温度を保ってあげるにはやっぱりこういうものがね、必要になってきますね。これうちでも使ってる温度湿度計アプリで、遠くにいても見れるよっていうやつなんですけど、こういうものを使って、あ、今何度かな、あ、今湿度何パーセントかなっていうのを見てあげる必要があります。まあ、冬の方が大変かな、夏より。湿度簡単に下がっちゃうから、で寒いから暖房をつけるとさらに湿度が下がっちゃうから大変だったりしますね。これ中に入れて、暖かいところに測るんだったらこれが32度とかになるように、涼しいところになるんだったら測るんだったら28度とかになるようにしてあげると良いと思います。はい、これ今ちょっと撮影用にいろんなところに持ってったので、温度も湿度も適正ではないんですけど、例えば、ね、飼育していて湿度が下がっちゃったどうしようっていう時は、霧吹きで水を吹いてあげたりすると湿度が回復します。あるいはこういう飲み水をの水入れを大きくすることでも湿度は上がりやすくなりますけど、実際にちょっと吹いてみましょうか。いきなり水かけちゃうとね、びっくりしちゃうと思うので、霧吹きで水を吹いてあげると。で、どこに吹けばいいのか、こっちなのかこっちなのかでいうと、僕はね、横の方がいいと思います。こっちに床に吹いちゃうと冷えちゃうから、床が。で、ボールパイソンその上に乗っかるとお腹が冷えちゃうので、まあ湿度を上げることが目的であれば、こういう横にこうやってやってあげると、ボールパイソンのお部屋の湿度は上がっていくと思います。まあ、ヤシ柄とか使われている方は、まあ、こうちょっと端っこの方とかにヤシ柄に水を含ませるとより湿度は上がりやすいかもしれませんけど、そういう場合はね、全面にしないでちょっと部分的にしてあげるといいんじゃないかなと思います。ボールパイソンはね、飼育がとっても容易な生き物だと言われています。他の爬虫類とかだとね、動いている水じゃないと飲まないカメレオンとか、紫外線ライトが必要なトカゲとか、いろいろあるんですけども、温度と湿度だけピッとやってあげれば健康に飼うことができます。逆に言うと、温度と湿度をきちんと適正にしてあげないと風邪をひいちゃったりするので、春だろうが夏だろうが秋だろうが冬だろうが、涼しいところで28度、暖かいところで32度、湿度は 50% から 60% を維持してあげてください。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの今さら聞けない温度湿度についてお話をしました。当店の販売しているヘビをご覧になりたい方は、概要欄にあるホームページまたはライブ配信での紹介動画をご覧ください。飼育やご購入についてご質問のある方は公式 LINE からお問い合わせをお持ちしています。